皆さんこんにちは。ヘアメイクアップアーティストの永井香織です。くましでございます。今日はね、すっぴんで今日もすっぴんでお届けするんですが、今日はなんとね、5分メイクっていうのがあるらしいの知ってる？自分の5分で終わらすメイクっていうのをただただ見ていただくっていう。普段から結構ね、朝が苦手だよなんてこともつぶやいておりますけれども、なので結構いつも超特急メイクしてますので、スピードにはそこそこ自信があるんだけど、今回きちんとフルメイク、もういつもやってるパーフェクトな段階を踏んで見ようっていうことになったわけよ。5分って、それがね、どうなるか分かんない。やっぱさ、寝坊すると時短でちょっと省いちゃったりもするから時短メイクにしちゃうんだけど、完璧なフルメイクを5分でやるっていうのに、チャレンジしてみたいと思いますので、意気込みとしては頑張るぞって感じ。それをただただ見るって大丈夫？楽しいのかな？レッツゴー。では、ウォーミングアップも済んだので、指先を、はい、せーの、ポチーン。下地いきます。てかもうほとんどノーミラーでいけようかもいいんだけど、こういうこと？合ってんの？ひたすらに喋らなくていいのね。喋ってもいいでしょ。わかんない、何喋る。今日はね、ちょっとクリームタイプですよ、早いこと。でもこのスポンジがあればもうできるね、スピードは。ほんと早いから。下地はほんのりトーンアップの繊細使ったんだけど、今イヴ・サンローランのクリームで、クリームってさ、カバー力も高いから、薄く塗った後のコンシーラーまで代わりになっちゃう。いいよね、ほら、いい感じなの。コンシーラーいらないじゃん、クリームファンデすると。ほいで、あ、やばい、もう4分じゃん。意外とないね。1分経過しました。あ、そうね、クリームチーク意外とないんだね。あ、いけないかな、いけるかな。で、あ、やばい、めっちゃついた。あ、やっぱこれパフやってるしかないわ。でもバフついたね。結構時間ないじゃん。でも後から調整してもいいよね、ゆっくり仕上げて。え、ダメなの？あ、調整っていうのは早めに仕上げて後で調整っていうのはちょっと足したりするってこと。時間ないならいいです。そうだよね。5分で仕上げ切った顔でサムネにします。マジ1枚も。おたにちゃん5分企画だから直さしてよ。マジでクレヨンシャドウはさ、アイシャドウってことになる。今何分？3 2分経過。じゃあ、一応アイシャドウもやるか。そうね、こういうのがあるなんてね、 YouTube ってすごいね。5分のお化粧をみんなに見られながらやるという。うん、まあまあ来たので、今何分？もうすぐ3分経過ですね。でしょ？だからやっぱりざっくり進んだわけよ、私は今。で、やっぱなんとなくざっくり仕上げして、ちょっと余った時間で調整っていうのがいいみたい。余るか。マスカラまで来たから、ピークちょっと光ったね。ピーク光ったから、今リップまで来たんだけど、1分40。粉がちょっとあんまりついてないから、上からクリームチーク。あ、戻っちゃう。もうチーク、今リップまで来たから、残りの時間でちょっと調整に入った。今一応ね、一通り終わったの、最後までは。
もうね、調整。だってほら、途中でバコッと終わっちゃったら嫌じゃん。だから、あらかし終わらせたわけよ。いつね、終了してもいいよ。今、調整に入ってる。細かい。残り1分。おぉ。意外といけたね。はい。いけたかもしれない。いけてない？いや、いけてます。いけてるよね。やっぱ、伊達に寝坊しないな。私。普段の寝坊が生きてるってことですか？生きてる。今日の日のためだったのね。もうだってさ、もっと若い時さ、ロケとかで結構過酷なさ、朝すっごい早い時とかもあったの、うん、それとかもさ、大体寝坊でさ、すごい、もうすごかったもん、すっごい朝早いから大体寝坊してね、もう超特急でメイクしてたから、それも効いてるかもしれん。いいんじゃない？10秒。うん。10秒。3。やばい。2。1。うん。にゃーん。あ。何？なんか忘れてる？マスカラが顔についちゃってるんだよ、左側。こんなに完璧なのにみんな見て。ここにマスカラついてる。これ気づかないでこのまま出発してたよね。はい、しましたね、うん、なんか工事現場から来たみたいな。軽く朝一つ工事してきましたみたいな。こっちは済ましておはようみたいな感じさ。これが5分メイクだね。みんなよかったのにね。調整までかけちゃって、調整めっちゃ余裕じゃんと思ったのよね。でもさ、だから最後の調整でちゃんと見るっていうところまで及んでなかったってことだよね。やっぱ5分って怖いね。完璧はありえないわ。いいの撮れたね。これ私の新刊にも出てくるんですけれども、クレヨンアイシャドウ。クレヨンアイシャドウさえあればどんなに寝坊しても顔が決まるっていうページを作っているぐらい、これ1本持っておくとアイシャドウもアイラインもなんか一気に終えたような雰囲気出たよね。これやった瞬間にアイラインほど繊細な線を引いてる場合じゃないじゃん、寝坊してたら。だからザクザクに引けるので、ちょっとさすればなんかこうアイシャドウみたいにもなるし、ぼんやりアイライナーみたいにもなって、アイシャドウとアイラインのいいとこ取りしてんだよね。なのでよく寝坊の時はチョイスするし、私も唯一あの朝つける目元メイクみたいな感じになってて結構持ってます。でそれだけで終わらそうと思ったらちょっと時間があるなとか思ってアイシャドウをのせたので、ここにもついてるよ。眉毛もね、アイシャドウパレットで全部マットなアイシャドウパレットを持っているとアイメイクにもなるし眉にもできる。これも結構言ってきたことなので、時短メイクにおいてもマットなシャドウがあるっていうのは便利ですね。もう眉と目のアイテムは絶対一緒の方が早いもん、時短メイクは。この例えばビューラーの型とか、チークは垂直に叩くとか、そういうあのブラシも急に払わないとかさ、そういう一つの、アイテムのなんかマストテクを自分の体に染み込ませておけば、どんなに寝坊してても必ずそういう風に手が動く。ビューラーもそうです。やっぱり日々のそのまあメイクっていうのは体に染み込ませるトレーニングだなというふうに思いますので、やっぱりね、私の本を読んで勉強するっていうのはどう？あと YouTube をちゃんと見るということで、今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。コメントもお待ちしております。そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではバイバイ。